じゃあなんかすごい豪華やねんけど、どうしたんですか？これはうちの家の近くにできたテイクアウト専門店で買ってきたお弁当。なんか四角いのが本日のランチボックスってなってました。で、そのしか、なんかこう平べったいのが、なんかキッズクリスマスプレートみたいになってた。これ？で、エビのやつが梅マヨなんとか、エビマヨみたいな。エこれビがとイ酢カ豚。の梅マヨ。季節限定秋酢豚。あなたが好きそうなやつばっかりでしょ。何入ってんの？なんかめっちゃ豪華やね。あ、チキンも入って、あ、すごい、チキン大きいね。いただきます。結構いい値段やった。キッズがね、800円で、なんか普通の大人だったら1200円になってた。それではランチボックス。上を取れるようになってるんだ。でもこれ開けれない。マカロニサラダ。で、下がチャーハンになってましたね、今日。チャーハン以外にもあるの？なんか本日のってなってたから毎日違うんじゃない？メニューは。なんか触ったまだあったかかったよ。冷たい。冷たい？ちょっと温める？大丈夫？いかが？おいしい？結構チキンもボリュームあるね。おいしい。梅の味する。結構エビが大きかったね。最初くださいね。全体的にちょっとお肉が硬いね。硬いやろ。 ちょっとって感じやな。お値段の割にはって感じやったの。